はい、やってきます。右四間飛車。対局開始。オナシャス。オナシャスってことなんですけど、最近、将棋 YouTube 界、いろいろ起きすぎじゃない？そんなことないですか？なんか見てると、なんか結構立て続けに、いろいろ起こってて、マジっすかっていう感じのことが、さっき考えただけでもこう4つあって、ちょっとその話したいなと思ったんで、ちょっとしていくんですけど、まず1つ目は、ソフト雑誌の話ですね。うん。まあ、これは、ツイッター、まあ、僕も X って言わないんですけど、ツイッター見てる方なら、もう共感していただけるかなと思うんですけど、マジで最近、ツイッター、ソフト雑誌の話しか見ないんだけど、ねえ。まあ、これは将棋 YouTube 界っていうか、正確に言うと将棋 VTuber 界って言った方がいいのかわかんないけど、まあ、VTuber、まあ、正直ね、もう当事者でもないし、詳しくもないんで、あんま語るのもあれかなと思うんですけど、まあ、将棋 VTuber の方で、昔、ソフト雑誌をしてたっていうのを、最近告白されたのかな？っていう方がいらっしゃって、で、しかもなんかその方が初心者大会を開いてたみたいな過去もあったりして、それはどうなんだ、けしからん、わー、おー、おー、みたいな、あの話題を、すごく見かけるんですよね。いや、もうこの件に関してはもうマジで知らんなんで、マジで知らんしか言えないんだけど、なんでこんなソフト雑誌の話ってこう、広まんねやろ。こう、なんか、言いたくなる、あれがあるのかな。なんかこう、人間の本能的に、何かこう、人間の本能的に触れないのは許されないんですかね。なんかこう、一つの、こう、悪事について、語りたくなる人間の本能があるんかな。そうやって語りたくなることで、こう、悪事をこう、追い払って、人間界を反映させてきた、本能があるんかな。そういうのが DNA に組み込まれてるんですか。ちょっと有識者の方、お願いしたいんですけども。もうね、もうそのソフト雑誌のことについてはもう知りませんけども、私がソフト雑誌について言いたいのは、まあまあソフト雑誌やめましょうっていうことももちろんなんですけど、ソフト雑誌と当たった時のあの達成率を本当返してください、将棋王座さん。あれマジで返してほしい。そう、将棋ソフト雑誌と当たったってことが判明したのなら、その負けた時の達成率返してください。あれってなんか、ダメな理由がわかんないんですけど、その返してくれない理由がわかんない。だから例えば、相手が使ったら、こう、鬼神使ったってことわかるようにしてほしいっていう意見あるんですけど、それを導入しない理由はなんとなくわかるじゃないですか。それしたら、なんか鬼神使う人が減りそうだから、それウォーズ的には痛いから、わかるようにしないみたいなね。わかるし、あと、なんやろ。複数アカウント禁止って言ってるのに、アカウントと電話番号を紐付けへんのはなんでなんや、みたいな。まあ、それも、まあ、それが理由かわかんないけど、やっぱり複数アカウント禁止だけど、アカウントいろいろ作ってもらった方がダウンロード数伸びるから、みたいなのもあるのかなとか思ったりして、だからそういうのはなんか、なんとなくこれなのかなみたいな、合ってるかどうかともかく、あるんだけど、いやマジでソフト雑誌の時の達成率返すに関しては、理由がわからんちなんですよね。シンプルに返してほしいんですけど、システム的にそういうのを組むのが難しいのかな。ちょっとこれも有識者の方お願いします。はい。というわけでね、マジで最近 X はソフト雑誌の話題でまみれております。はい。まみれにまみれ。あ、それ買わせるやん。同金なら角取れるし、他にも受けなさそうと思ってこの順選んでるのに、
かわされて受かるんやったらちょっと話全然変わってくんねんけど。ちょ、やばいって、それ、すべての予定が狂った。やばい。それはやばいな。次、風打たれたら銀積むから受けるしかないか。もう予定狂いましたわ。ね。あ、銀。銀っていうのもまた難しい手ですね。次の狙いは何なんでしょうか。まあ、風打って、金逃げたら風突きで、同金なら角成り行くか。まあ、皆さんソフト雑誌について思うことありますか？なんか書きたいことあれば、ぜひ書いてみてください。うん。ね。ちょっとソフト雑誌の話題はなぜここまで広まるのかと、なぜ達成率を返してくれないのか、私はその点が気になっております。今話題になっている件については、何もわからないので、わかりません。当社では、回答を控えさせていただきます。はい。あとね、それが一つ目でしょ？二つ目がね、ナルルさんっていう、将棋ゆっくり実況の方のチャンネルがバンされるっていうね。これはびっくりしましたね、さすがに。びっくりしたし、痛い。ガチで。うん、これ将棋 YouTube 界にとって、痛すぎる。やっぱこう、将棋ゆっくり実況会をこう、広げていこうとされてた方なんで、しかもめっちゃ人気あったし、面白かったし、いや、さすがに YouTube くんなんか免じてくれませんかね。なんかね、動画の内容が規制に引っかかったわけじゃないらしいんですよね、ナルルさんによると。なんか、すごい、ナルルさん曰くバカなことをしてしまったみたいな。なんかすごいなんやろ、うっかりというか、なんか本来、なんか気をつけとけば大丈夫やった系の、なんかなんかな。まあでもバンされるってなんか規約に引っかかったってことだと思うんで、まあ何かがあったんでしょうけど、まあこれぐらいなんとか別にバンされへんやろうって思ってやったことが、それで結局バンされてしまったみたいな話らしいんで、何かがあったらしいんですけど、いやーちょっとねー、なんとかなりませんかね。ナルルさんは夏頃に復帰するかもみたいなことをおっしゃって出たんですけど、いや、わかんない。ナルルさんがどうかはわかんないけど、なんか、ずーっと続けてたものを、なんか夏までやったら、まあ、2ヶ月ぐらい休みが空くわけじゃないですか。ずーっと続けてたものを2ヶ月ぐらい休むと、よし、またやるかってなるその、またやるかって思い切るためのエネルギーえぐくない？そのためのエネルギー量相当必要な気がするんで、ナルルさんにはぜひそのエネルギーを振り絞ってほしいんですけど、いや、本当復帰してください。今すぐ復帰してくださいって感じなんですけど、ちょっとそこがね、どうなるかっていう不安、心配、恐れ、恐怖、ありますね、僕の中に。ちょっとこれは同銀同金でそっぽに追いやろう。同銀同金でそっぽに追いやってからどうしようかを考えて生きていこう。まあ、歩ついて拠点作っとくか。ちょっとナルルさんがなぜバンされたのか、具体的な理由は落ち着いて気が向いたら話すみたいなことをナルルさんがおっしゃってたので、明らかになるかはわかんないんですけど、まあ、情報を、まあ、追っていきたいと思います。はい。それでしょ？ナルルさんがまさかの唐突にバンされてしまう案件でしょ？もう一つがね、レインさん。まあ、角交換振り飛車の使い手のレインさんが失踪してしまうっていうね。レインさんが音沙汰がなくなってしまったんですよね。なんか、1ヶ月ぐらい前まで多分もう3、4年毎日投稿されてたのに、1ヶ月ぐらい前にパタッと投稿が止まったんですよね。で、最初の1、2週間は動画投稿は止まってたんですけど、
コメントに返信はされてて、最近忙しくて、みたいな、また、忙しくなくなったらあげますとかまでは言ってなかったかな。でもなんか最近忙しくて、みたいなコメント返信されてたんですけど、だから最近もコメント返信もされてなくて、あ、僕ネトストなんで、そのあたりめっちゃ見てるんですけど、ネトストなんで、最近のコメントに返信してるんかな、デュフフフつって、めっちゃ見てるんですけど、返信もされてないし、ちょっと前、将棋ウォーズのアカウントを見たときに、あ、ネトストなんでアカウントぐらい余裕で見るんですけど、アカウント見たときに対局もされてなかったんよな。それが心配で。いや、レインさんはね、動画投稿を始めた時期がほぼ同じなんですよね。ちょっとレインさんの方が早いけど。で、チャンネル、なんか YouTube 始めるものにとって一つの目標がやっぱり、登録者1000人なんですけど、1000人になったとも、割と期間短く、短いじゃないわ。期間一緒で、1ヶ月、2ヶ月ぐらいしか変わらんのじゃないかな。だからこう結構、レインさんには親近感があって、結構なんか僕の動画見てる人で、こう、レインさんの動画も見てますっていう方結構いらっしゃるよな。で、僕の動画もレインさんも見てますっていう方が、僕の動画に、レインさんとコラボしてくださいってコメントしてくださって、僕としては全然コラボしていただけるなら、全然大歓迎ですよ、みたいな感じでその方にコメント返信したら、あ、じゃあ、レインさんに確認取ってきます、みたいな感じでコメントしてくださって、で、ちょっと待ってコメント返ってきたの見たら、レインさんはちょっと人見知りなので、コメントを、コラボっていうのはちょっと、嫌みたいですみたいな返信来て、僕コラボ以来直接してないのに振られるっていう、そういう悲しい事件もあったんですけど、そういうね、なんか、そういうもろもろがあるんで、なんか思い出、思い出があるんですよね、レインさんとは。いや、だからね、帰ってきてほしい。帰ってきてほしいというか、何があったのかが心配。ただ忙しくてもう動画投稿止まってしまったなら、それはそれでしょうがないところがあると思うんですけど。これは金かわすと成桂寄りがな。金寄り逃げ銀打ちの詰めろになるんよな。この手は詰めろ。この手が詰めろじゃないか。取って攻めれば勝ちか。レインさんが失踪してしまったということもありますね。それが三つ目でしょう。で、四つ目は、シュガー君昇段ですね。これはシンプルにおめでとうと。8段は、化けも。8段は、あかん。8段は飽きません。完全にやっちゃいけないことしてる。やっちゃい、冒頭に、いや、まあ、冒頭になんかソフト雑誌の話 して、しかも将棋界でやっちゃいけないことしてるって言うとなんか、ソフト雑誌ですかみたいな話になるけど、いや、なんかもう言葉のあやなんで、全くそういう意味はないんですけど、やっちゃいけないことしてるわ。僕のやっちゃいけないことしてるは褒め言葉なんでね。よく動画を見てくださってる方は知ってくださってると思うんですけど、知ってくださってるは無理あるかな、さすがに。さすがに無理ありそう、それは。ね、というか最近将棋 YouTuber の昇段ラッシュが続いてて、ハクさん、四間飛車党のハクさんも昇段したし、あと、あれ、あと一人。あ、まあ、ド忘れした。わ、この、あ、違う違う、ヤスさんも昇段したし、マジで取り残されてるんですけど。なんでみんな僕を置いていくん？なんでみんな僕を置いて一人でちゃうわ、みんな昇段していくんですか？おかしくない？待っといてくれよ。女子のトイレごとくみんなで一緒に行こうよ。なんでみんな 99% で置いといてくれて、こう一緒に昇段しようって、そうやってそう、ね、そうやらへんの？ほんまあの子一緒にトイレ行ってくれへん。マジで。
女子やったらもう、あれですね。派閥争い起きるやつですね。ちょっと最近あの子ノリ悪くないっつって。あの子商談のタイミング合わせてくれないんだけど、ノリ悪くない。完全に女子なら大揉め。うん。女子に対する偏見すごない。なんかされたん。これどっち逃げよう。どっちでもつまないと思うんだけど、こっちは一応経営の大手で、大手続いちゃうからな。まあこういうの大手続かない方に逃げるのがコツなんですけど、業界があるか。まあでも僕もね、なんか最近3期目の達成率が僕にしては上がってきてるんで、乗るしかないんですよね、このビッグウェーブに。このビッグウェーブに乗るしかないんで、これをつましてそのビッグウェーブに乗れることを証明するか。銀打ちからさすがにベタベタ大手していけば罪かな、これは。まあ銀打ちでも罪だけど、ちょっと上がられる余地を考慮しないといけなくなるんで、まあ、金の方が明快ですね。まあそんないろいろある将棋 YouTube 界ですけどね。私は今後もネトストとして、ネトストとして、情報を追っていきたいと思います。ありがとうございました。